ちょっとびっくりしてて、なんか入ってこないんだ。俺初めて喋ったんだけど今日、うん、重大なことをしてしまったことに気づいてないんですよ。僕だったら嘘つきますね。まあ、申し訳ないです。申し訳なかったです。申し訳ないです。今のジムの付加価値として今回このね食事で出てるわけじゃないですか、はい。まあ、いろんな意見があるかもしれないですけど、そこ徹底的に追求していいかなと僕は思ってるんですよね、はい。うん、今回藤井さんの事業に関しては、ね、で実は私実は D2C というかネット通販の、まあ、プロで実は食品って伸びてるんですよ。実は通販とか EC の世界で今伸びてて、でも意外と弁当業界はずっとダメだったんですよ、この数年間。でその弁当業界の中で唯一伸びてるのが筋肉系なんですよね。糖質をゼロ、ほぼゼロにして、まあ、タンパク質を多くした。で例えばうちのクライアントで言うとマッスルデリっていう会社があるんですけど、はい、そこはまあずっと冷凍のやつをどんどんサブスクでもう定期でどんどん売っていって、もうだから何ヶ月も使ってもらうみたいな、しかもなんか週3回ぐらい使ってもらうみたいな。で毎月安定収益入るじゃないですか。最初から通販事業始めるのは難しいかもしれないですけど、まずは店でテストマーケティング的にそのレトルトっていうかですね、まあ、電子レンジでチンできる、パターンのものでやっていく行くっていう発想はないんですか？いや、あります。行くはできたらいいなと。いや、それはもう出来たてが美味しいし、はいはい、持ち帰るのがフレッシュかもしれないですけど、はい、でそういう需要がね、実際世の中の EC で増えてる中で、なんでその全部出来たてっていう、でフードロスのリスクとかあって、そこにこだわる理由って何かあります？いや、僕自身やっぱ多店舗にしていきたいので、うん、そうなってくると1店舗1店舗でもう材料を調達してとかっていうのはなかなか難しいとは思うので、うん、ゆくゆく大きくなれば、うん、本部というかその提供する工場があって、そこで作って店舗に全て配れるっていうようなシステムができればいいのでしょうけど、僕にはすいません、そのノウハウは、うんうん、知識がないので。なるほど、はい。大体まあパーソナルトレーニング、まあ、高級パーソナルトレーニングっていうのはもう3ヶ月で百何十万取るんですけど、はい、その代わり絶対20キロ痩せるパターンで、朝昼晩全部固定なんですよね、これが。だから強制的にこういう低カロリー、ね、低糖質も食わせてるから、強引に20キロぐらい痩せちゃうんですよね、世の中の結構男性が。でその分結果出るじゃないですか。そういうふうにもうレトルトで3ヶ月これだけ食えみたいにしたら、もうライズアップ以上のビフォーアフターがきっと出るでしょうし、はい、で一回これを食べ始めてこの生活だったら、ジムを辞めた後でもそこはずっとね、いわゆるサブスク定期で売り上げを得れるかもしれないので、はい。なんかそのもちろん遺伝性に1型糖尿病をお持ちの家系とか肥満体質の家系っていう方はもう非常に失礼な話になっちゃって、それはそこに対して濃厚言うつもりはないんですけども、自堕落な生活で太る人って、まあ、当たり前ですけど、まあ、就活においても、まあ、例えばその外銀とかの面接でもまずデブ落ちますよね。で、まあ、医学部の入試でもデブ落ちますよね。まだその要はその人って要は自立ができない、自分の健康管理ができない、自分の体重管理ができない、まあ、全てにおいて要は計画性がないっていうことなんですよね。普通人間ね、やばいなと思ったらちょっと運動したりとか節制したりするわけじゃないですか。だからそれがその解決策は弁当を渡すことなのかっていうところに根本的な僕は疑問を感じるんですよね。それは違います。もちろんダイエットしたいって言ってきてくださるので、例えばじゃあ僕が太ってる方をそれこそなんか営業みたいに行ってっていうわけではないんですけど、やっぱり皆さん来られる段階で痩せたいっていう気持ちはあるので、それに僕は応えていくっていう形で運動習慣、生活習慣、食事習慣を変えていくっていう形になります。細井さん、ようレオさん隣にして言いましたね。株式会社モノリスジャパン代表岩井義明、教育専門の広告代理事業を成功に導き、YouTube チャンネル令和の虎の主催として大ヒット中。歴戦の虎が今宵壁となり挑戦者に立ちはだかる。細井さん、ようレオさん隣にして言いましたね。自堕落だった自覚ありますよね。あ、あります、あります。やっぱありますよね、はい。ちょっと僕一つだけ、はい、どうぞ。全然関係ないことなんですけど、今日なぜ遅刻されました？実は収録に25分遅刻してきた挑戦者、虎たちを待たせるという最悪の事態を引き起こしていた。道を間違えました。車？車です、うん。また令和の虎のこと言っちゃいます。どうぞ。260人以上志願者を見てきて、これガチですよ、
遅刻した方一人もいないんですよ。で僕何の理由だったんだろうって、入ってきた時にちゃんと詫びられたじゃないですか。よっぽどの理由があったんだろうなと思って聞くのやめようかなと思ったので、どうしても僕気になっていて、もしあなたが人生かけてここに来てるんだったら、やっぱり俺遅刻ってもうその時点でアウトなんですよね。ズームも同じなんですよ。ズーム面談やるんですね先に。その時も1分でも遅刻したらもう俺入らないんですよ。その人信用できないんで。道間違えたって言うけど、そのぐらいの余裕持って初めてのところだったら僕なら1時間前に着いてるけどね。それで僕らを現実的に待たせてここに座ってるっていうのは、俺はもうその時点でアウトなんだよね。悪いけど、なんか言い分ありますか？いえ、言い分はもう遅刻はここで何か言ってもその結果に関しては変えることはできないので、それは僕自身の反省すべきところ。何時集合だったんですか？3時45分です、うん、で実際来たのが4時10分だよね。25分遅れてるわけでしょ。ちょっとびっくりしてて、なんか入ってこないんだ。俺初めて喋ったんだけど今日、うん、そんな感じ。よくすごい、まあ、熱意はね最初からZoom の時もかなり何回もやらせていただいたんで、まあ、ちょっとミスっていうのは仕方ないですけども、まあ、なんかこう遅刻っていうのはなんかごめんなさい、なんとかなんとかできないですか岩さん遅刻まあまあ僕は思ってるだけだから、はい、大丈夫です。はい、なるほど。まあ、その時の、まあ、岩井社長からすればそういった時の一体どういう態度を取られるのかなも一応見てると思うんですよね、うんうんうん、はい、だからそういう意味も含めて僕も見させてもらってますし、はい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 、制限時間となりましたので、途中でありますがジャッジメントタイムに移ります。挑戦者の方は一度退席お願いします。ジャッジメントタイム。ここでは挑戦者は退席し、トラたちはサポートするか否か決断する時間。いやでも本当に遅刻するんだって感じ。僕の中では本当に一人もいないんで、一人や二人いても不思議じゃないじゃないですか。だから本当にいなかったんですよ。なんで僕の中では相当でかいんですね遅刻って。はい、まあ、でもお金をもらいに来てる人ともしかしたらちょっとサポートしてもらいたいっていうその軽い気持ちなの可能性もありますよね。いや分かんないですけどね。分かんないですけどね、はい、まあ、じゃあ経営的にとかワクワクするようなあれかっていうとまあなんか普通の箱に弁当の付加価値つけましたぐらいなんで、まあなんかそんなワクワクはしないかなっていうところが本音ですね。でも唯一の逆に付加価値だから、なんかもうちょっと突っ込んで返答すればよかったなと思いますけどね、志願者の方は。いいところの積み合わせになって逆にその差別化ができてないような、結局だからさっきからずっとその肥満の人はどういう人なんですかって聞いてたのは、要はペルソナ何なんですかっていう話で、ターゲッティングが明確じゃないと、まあ一個ただお家でやってる分にはね、まあこんなのはもう個人店舗レベルなので、まあ好きに地元の人でやったらいいと思うんですけど、その次のまあ一手が全然見えないなと今思ってますね。いや、お疲れ様です。いやどうでしたか終わってみて。いやどうなんでしょうね、もう最初のもう、うん、何ももっと泊まりに行ければよかったかなとか、うん、まあまあまあそうですね、はい、多少思ってたんですけど、まあ、確かにまあそうですね、遅刻はまあしょうがない、はい、僕はねいやだ、まさかあんな時間がかかるとは、はい、というかあんな道を間違え方をするとはっていう。じゃあもう本当に着いたのギリギリだったんですか？いやもうギリギリです、オーバーです。やっぱ駐車場東京とか特にないですし、この辺とかすぐ見つからないんですよ。都内は確かにね、言っときゃよかったな、駐車場見つかりづらいですよって。いや駐車場すぐ見つかったんですよ。あ、それ見つかったんですか？道だけです。食事の提供もできるフィットネスジムを作りたい挑戦者の思いは虎の壁を越えられるのか。いよいよ最終ジャッジ。はい、それでは審議が、終わったようなので、ファイナルジャッジメントタイムに移りたいと思います。5人の社長のうちに3人がサポートしたいと、感じましたら見事クリアとなります。まずは株本社長、サポートしたいかしたくないかお願いいたします。はい、サポートを今回は僕はしなくていいかなと思ってます。
はい、もう少しこうでっかく風呂敷広げた方がいいというか、低単価で来てくれるかなどうかなみたいなのじゃなくて、逆にどうやったらいっぱいお金をもらえるようなサービスにできるだろうっていう目線の方が経営者としては大事かなと思ったんで、安くライズアップよりも安く、ライズアップよりも原価高くみたいな感じでやる路線で行くのはちょっといけてないのかなと思っちゃったりはしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。株社長はサポートできないということで、続いて細井社長お願いします。はい、僕はサポートしなくていいかなと思うんですよね。で、まあ正直じゃあ自分でジムやりたいと思った時にぜひ店長にはなってほしいなと思うんですよ。もうガタイもいいし人柄もいいしお話も上手ですし好感度めっちゃあるんですけど、経営者タイプですかって感じですね、正直なところね。もちろんそのもうご自身で1店舗やるのはもう人柄がありますし絶対成功すると思いますし、それはもう、もう大賛成ですね。今のお客さんもきっと移ってくれるだろうなと思うんですけど、いや多店舗展開とか書いてあってっていう話で、まあこれサポートするってなると僕らそこがないと、まあ、別にね、お宅のあのトレーニングジム1個サポートしてもまあなんか浜松やし俺行けねえじゃんみたいな感じであんま面白くないんですよね。だから要はこの人結構才覚あるなとかアイデア性に富んでるなとかぶっ飛んでんなみたいなやつサポートした方が面白いんですよ。なんでやったら絶対1店舗成功できると思いますんで、まあそこでもしかしたらやめといた方が逆にいいかもしれないですし、もうアットホームなジム作ったらええんちゃうぐらいなので、サポートしたくないというよりはまあ必要ないんじゃないかなって思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、社長もサポートしなくということで、続いてレオ社長がサポートしないということになりました。ここで、失格となります。レオ社長お願いいたします。サポートしません、すいません。きっとジムそのものは、まあそんなに難しいビジネスの業態じゃないので、うまくいくと思います。きっと黒字化できると思います。ただしやっぱり唯一の付加価値のこの食事のところの深掘りがされてなかったんで、あとはもうそのお弁当提供するだけだと実はビジネスのスケールが広がらないんですよね。なので、まあ、それこそ例えば同じ競合他社のパーソナルトレーナーに対してこれをどんどん代理店として売ってもらうとか、そういう発想で、まあ、もう静岡全体はもちろん関東全体とかもうカバーできるようなモデルがあればなんかワクワクドキドキするそのスケール感に対してですね思うんですけど、今のところちょっと個人商店になっちゃうかなと、このままだとですね、このままのプランだとということで、すいません、ちょっと今回はサポートできません。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。残念ながらここで、失敗ということになりましたが、岩井社長の意見もお伺いしてよろしいでしょうか。はい、お三方がもうねやらないってことなんで、僕結果論しかないんですけど、まず最初に提案の最後の方の時間にね、僕は奈落の底に落としてしまってごめんなさいね、すいません。はい、でも僕が思ってることはそこに尽きていて、やっぱりどんな理由であれダメなんですよ。でこれが会社としてね、どでかいプレゼンテーションを自分の会社の10倍の企業にするって言って、で30人ぐらいのチーム作ってやってきたプレゼンテーションだったらどうします？責任負えないもんね、これね。だから何が何でも来なきゃダメだったんだよ、時間までに。でこれはあなたが経営者じゃないからかもしれないなと思った。経営者だったら来るね、どんなことを考えても。これをぜひこれからのね、あなたの糧にしてもらいたいなと思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に竹野社長お願いします。はい、僕もちょっとサポートできないなって実は思ってました。まあ、鴨本社長言った通りワクワクしないんですよね。はい、なんかこう普通のジムやんっていう話で、本当にちょっとした差別化かなっていう感じで、これだったらいけるかもっていう思いもないし、なんかいけるっていうそのエビデンスもないっていう状態なんですよね。まあ最後にね、本当に岩井社長言われたんですけど、僕だったら嘘つきますね。
来れなかった理由を、僕は経営者なんで遅れてしまったと、うん、その時は途中でまさかですけどパンクしてしまったんですと。で慌ててこうしてとにかく僕はタクシー使ってここまで来ました、それでも10分遅れてしまいましたって言えばなんとかなるわけですよね。まあなんとかなるかどうかわからないですけど、それだったらいやでもそれだけの誠意見せて、なんなら僕トイレで水つけて汗かいた感じで来ます、うん、っていうぐらい重大なことをしてしまったことに気づいてないんですよ、うん、実は。だからそれぐらいやばいことをしてしまったっていうその感覚がないっていうのは、まあ、まだ経営者じゃないから多分ちょっと分かってないっていうところも本当にあるかなと思う。見事に岩井社長が言ってくれたなっていうふうに思いますね、うん、はい。ただまあ本当に一人でやるんだったら絶対いけますんで、そこは頑張ってほしいと思いますから、はい、っていうところです。ありがとうございます。まあ、残念な結果となりましたが、藤井さんどうですか今の心境は。いやもう本当に僕は岩井社長の言った通り、僕も本当にまあ、先ほど話した通り、僕もすごいバリバリの体育会系でやってきて、今も一応スポーツ選手でやってる人間なので、うん、ありえない。だから僕何の言い訳も本当に何もないし、僕あとね、竹内社長が言ったように嘘っていうのもちょっと嫌だったので、ちょっと少しこれは参考にしないで、僕の中のちょっとスポーツ選手としての精神としてそれはちょっと嫌だったので、うん、その通り、はい、この嘘じゃあかんねんしかも今度から使えないですよこれで。ここで言うと、いやいやいや、経営者ってしたたかさがいるから、あ、ある程度の、うん、でもいいんかもしれない。冗談で言ったけど僕すごい分かる竹内さんの言ったこと、うん、僕も多分嘘ついたと思う。そうですよね、はい、なるほど。そんなクリーンじゃ経営者やっていけないですよ、うんうんうん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、今回残念ながら失敗となりましたが、藤井さんの挑戦は素晴らしいものがありました、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました